こんにちは、パーソナルトレーニングスタジオプリマ代表のさきです。今回は寝ながらできる骨盤を整えて丸く上がったお尻を作るエクササイズをやっていきます。今回のエクササイズ、運動が苦手、できるだけ楽して綺麗なお尻を作りたいと思っている方も、骨盤からしっかり整えていくことでお尻の形を改善できるエクササイズになっていますので、ぜひ動画を見ながら私と一緒に動いてみましょう。それでは始めます。それではまずは四つん這いからスタートしていきましょう。さあ、足を腰幅に開いて、手は肩幅で四つん這いの状態になります。このまま足の付け根を後ろに引くようにして、お尻を後ろに引いていきます。かかとに向かってお尻を下ろします。この時ポイントが、腰を丸めないようにお尻のこの尻尾の骨を後ろに突き出すようにしていきます。ゆっくり繰り返しましょう。これは股関節の曲げる動きを行っていますが、この動きが苦手な方も今の時代すごく多いので、股関節からしっかり曲げるという動きをまずはやっていきます。股関節がしっかり曲げることができなくて、腰が常に丸まった状態になってしまっている方は、お尻が下がる原因にもなってしまうので、まずは股関節しっかり使えるようにしていきます。息を吸ってから吐きながら吐いて、背中を丸めないようにしていきます。 OK です。では座っていきましょう。それでは片足を反対の足にクロスしていきましょう。お尻は浮いてしまってもあまり気にしなくて大丈夫です。前の足の両膝を、膝を両手で抱えて胸に向かってぐーっと近づけていきます。で、目線は曲げている、前にある足の方に向けていきます。この状態で深呼吸して、お尻の筋肉、お尻の横にある筋肉をストレッチしていきます。ここもね、硬くなっている方すごく多いです。O脚の原因になったりとか、あとはお尻がこう四角いお尻になってしまう原因になるので、ここもしっかりほぐした上で使っていきます。体はできるだけ傾かないようにまっすぐ保つようにしていきましょう。肋骨の上に頭が来るようなイメージで、背中をまっすぐ保っていきます。はい、OK です。では反対に変えます。じゃあ膝を曲げて、反対の足正面からクロスしていきます。はい、膝をぐっと抱えて、お尻をどうしても床につけることができない方は、少し浮いてしまっても気にしなくて大丈夫です。背中を伸ばして、胸に向かって膝をぐーっと近づけていきます。お尻の横の筋肉ほぐしていきましょう。できるだけ背中をぐっとしっかり伸ばすことができると、より、しっかりお尻の筋肉伸ばすことができます。さあ、この状態で深呼吸していきましょう。こう硬くなっている方多いので、すごくこう伸びている感じがする方いらっしゃるんじゃないかなと思います。さあ、あと少しです。はい、じゃあ横向きになりましょう。さあ、横向きに寝た状態でいきます。はい、じゃあ下の足膝を曲げてください。上の足膝伸ばした状態でいきます。両手床について足を真上に上げたら、今度斜め後ろに向かって上げていきます。この動き繰り返していきましょう。横と斜め後ろです。さあ、この動きを行うと、お尻のいろんな筋肉を一度に使うことができるので、お尻の形を整えることができます。息を吐きながら上げていきましょう。ちょっときついですよね。意外と横向きって、重力が直にかかってくるので、意外と、自分の体を体重にするだけでもすごくお尻に効いてきます。あと少し頑張りましょう。できるだけ膝をしっかり伸ばして、ラスト
はい、じゃあ反対に変えます。はい、では下の足を曲げたら上の足膝を伸ばしていきましょう。横と斜め後ろです。はい、この時に体が一緒に足に持っていかれないように体をキープしたまま行っていきましょう。上げる時に息を吐いていきます。で、1個ポイントがあります。上げてる足、つま先を常に遠くに遠くに引っ張るようにして足を動かしていきましょう。上げるときに上げながら遠くに引っ張っていきます。よいしょ。さあ、腰が反ったり背中が丸まらないように気をつけていきましょう。さあ、できるだけで大丈夫です。うん、とってもいい感じです。そのまま続けましょう。息を吐いて、で吐いて、で吐いて、はい、では仰向けになります。はい、じゃあ仰向けで準備していきましょう。両膝を曲げたまま持ち上げていきます。かかとを合わせたまま膝をできるだけ横向きにしていきましょう。そのままゆっくり膝を伸ばしていきます。曲げてからもう一度伸ばします。伸ばすときに膝が最後まで伸びきるところまでできるだけぐっとしっかり伸ばせるととてもいいです。お尻にしっかり効かせられます。膝のお皿、ここが外を向いている状態をできるだけキープしていきましょう。曲げるときも伸ばすときもです。さあ、頑張りましょう。吸って戻して、吐いて伸ばします。難しい方は、最初は膝が伸びきらなくても大丈夫です。足を少し高くして行っていきましょう。下げれば下げるほど難易度が上がっていくので、難しい方は少し足を高くして行っていきます。はい、 OK でした。はい、では四つん這いになりましょう。はい、では四つん這いの状態で片足を後ろに出していきます。さあ、まずは足を膝を伸ばしたまま足を上げましょう。今度は膝を曲げたまま上げていきます。さあ、繰り返し行っていきましょう。膝を曲げたまま上げるのと伸ばしたまま上げる動き繰り返していきます。足は無理に高く上げる必要はないです。さあ、続けていきましょう。腰が無理に反ってしまうと腰にすごく負担がかかってしまいます。背中に1枚の板が入っているイメージで、腰が反らないように気をつけていきましょう。あとちょっと頑張りますよ。はい、OKです。では一回お休みして反対に変えていきます。はい、では反対も同じようにいきましょう。はい、じゃあ膝をまずは伸ばしてあげます。今度は膝を曲げたまま上げていきます。うん、とてもいいです。両方の肩、できるだけ床と平行に保っていきましょう。無理に、さっき伝えたみたいに無理に高く足を上げなくても大丈夫です。背中をできるだけしっかり伸ばして、そう、お尻を意識して上げていきます。うん、その調子です。あとちょっと頑張りましょう。はい、OK です。ではこのままうつ伏せでいきます。さあ、ラスト頑張りましょう。はい、それでは頭のおでこの下に両手を重ねておいていきます。足は腰幅でスタートしましょう。できるだけかかととかかとを内側に向けます。
足を持ち上げてクロスする動きを行っていきます。で、難しい方はゆっくりでも大丈夫です。できるだけ足と足が重なるところまで、膝と膝が重なるところまでできると、しっかり内ももやお尻にしていきます。さあ、ゆっくりでも大丈夫ですね。呼吸頑張りすぎて呼吸止めちゃう方もいると思うんですけど、呼吸をしっかり続けていきましょう。さあ、肩や首リラックスしていきます。あとちょっと頑張りましょう。ラストです。皆さん、お疲れ様でした。ヒップアップしたい方は、まずは骨盤を整えることからというふうに私はいつもアドバイスしています。無理な筋トレをしなくても、骨盤を整えるだけでお尻の形って綺麗に変わります。お尻がこう下がっているとか、お尻がこう四角くなっているということで悩んでいる人は、ほとんどの方が骨盤が正しい位置にないということが多かったので、骨盤をいい位置に持っていってあげることで、自然にお尻の形も整っていきます。今回のように、私のチャンネルではバレエの知識とパーソナルトレーナーとしての経験を生かして、解剖学に基づいて効果的に綺麗な体を作ることができるエクササイズや食事方法について配信しているので、まだチャンネル登録していないよという方はチャンネル登録をお待ちしています。私の経営するパーソナルトレーニングスタジオプリマに興味がある方は概要欄のプリマのホームページをご覧ください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。